おはようございます。今日は8月2日、木曜日かな。まだこの時間帯は、日陰は涼しいんだけど、今日また38度に上がりそうだという、再び猛暑復活ですね。信号が青、このまま渡ってしまおう。まあ今日暑くなるというのはね、分かっていたんですよ。夜寝室で寝てるんだけど、それが途中でもう寝汗がすごくて、起きてしまう。それでより涼しいエアコンのあるリビングで、リビングにあるソファーベッドで エアコンをガンガンつけてね、再び寝るっていうことをやったんで、まあこんな日の翌日はめちゃくちゃ暑いと。昨日はね、会社の編集部のイベントで屋形船でまったりという、そういう話をしてました。そういうイベントがありました。飲み会。まああんまり、東京湾に出たからどうのこうのというのはないですけど、まあ天ぷらうまいし、まあ飲み放題だし、ただだしっていう、まあそれが良かったかな。昨日は、ダンボサイド、収録して、でそれがすぐ配信されたんで、皆さんお聞きいただいたかと思うんですけれども、いやダンボさんすごいよね。まあその情報源となった人もすごいんだけど、まあそれをああいうふうに、話をつなげられるというところが、分析力、マニア力の凄さ。というわけで、ダンボサイド32回を、見てください、聞いてください。昨日、千川通り、千川通りを行ってみたんですよね。そこで、カリーナと、カリーナという、サンドイッチ屋さん、を教えてもらってですね、そこで、まあ前からその存在はしてたんだけど、で、そこに結構行列とかできてたんで、
どういうところなのかなと思って、不思議に感じてたんだけど、それが今名店だっていうので、昨日は帰り食べていました。それが今、編集中の映像で、そこまでね、そこのフッテージまで収録しているので、買うところもねチェックしていただければと思います。うわ、すごい混んでるな。ここはね、いつもは、ちょっとここやめよう。こんなんじゃやってらんないわっていう感じの混み具合。で、昨日はそこのカリーナで、カリーナというお店で、コロッケサンドイッチを食べました。美味しかったです。いや、たまたまそこを通りかかった映像をアップしただけなのに、ここは美味しいですよとか教えてもらって、実際に行ってみるっていうのはなかなか大人なもんですね。で、ここ焼き鳥が美味しいんですよとか教えてもらったりするけど、僕は鳥は食べないんでそれはあれですけど、僕も気になったところを教えてもらって、とても良かった。でも美味しかった。でね、むちゃくちゃ種類があるんですよね。20、30ぐらい種類あるんじゃないかな。で、その中から1個選んだコロッケサンドイッチがうまかったんで、多分他のもうまいんだろうな。そこはセンカー通り、やっと出れた。今日はスロースタート。お、すごい混んでる。お先に行きますよ。そしてここがその、カリーナ。あ、もうやってる。今8時24分だけど、まあやってると思う。朝の通勤の人の、お昼になるのかなと。今日も帰りに、僕の朝食にしたいと思います。神草夏祭り、ガンダム出るのかな。
この辺はみんなバスで移動するんだね。で今この道はですね、上草から真っすぐ行くと大久保病院。溜まった分の2日分サイクログの編集をサボってたんで、それを昨日の夜から2本続けて編集して1本、31日の分を上げたんですけど、もう1本ね、昨日8月1日の分を今レンダリング中。ここは火の影があって、火の影があって、いいですね。しかし、蚊に刺されたまくり。蚊が再び出現してますよ。
はい、お迎え届けました。おー、車少な。最近はね、ドリキンも、ドリ散歩が、ドリサイクルに変わってるんで、ちょっとライバル多くなってきた感じですね。もうなので三脚穴付きの、ハンドルバーマウントを手に入れとかないと。これがないとね、ライダー M を装着できないんですよね。ライダー M 付きの、手ブレが皆無になった GoPro Hero 6を使います。それを望んでる方々の期待に応えないと。ということで、もう四面倒まで来てしまった。あ、ここなんか溝面どころって変わってるな。前はそうじゃなかったと思うんだけど、新しいラーメン。そう、この間ね、ラーメンを解禁したんですよ。うちの近所のイノショーという、カラカラウオラーメンというカップ麺にもなっている有名店なんですけど、そこのカラカラじゃない、普通の魚系のつけ麺、魚粉たっぷりなやつ、これを食べましたけど、久々なんでうまかった。しかし暑い。日向は暑い。
分けて今荻窪駅近くまで来ております。割とみんなカジュアルにバイクレーン使ってて、だいぶ浸透してきたわけ。じゃあここで、U ターンします。これで、同じルートで帰るぐらいで10キロ超ぐらい。だいたい40分ぐらいに収まる感じですね。カリーナで、朝飯、昼飯を買うという、そのパターンはこれからもいくつか何回かありそうです。だってね、ここね、普通のパンがうまいんですよ。まあ、挟んでる具もいいんだけど、パン自体が美味しいんで、あ、さすがにこれは人気だなと思った。でしかも値段安いしね、190円とかだし。いや、コンビニのサンドイッチとかね、ちょっともうバカバカしくて食べられない感じですよ。なんだこの連続して止まってるあれは。工事車両。ちょっとこの青信号で渡りましょう。
かし日向に当たってる、ふくらはぎが、日が刺さるようで暑いという、これ相当強い日差しだね。紫外線も強いんだろうな。まあ、この朝ライドのおかげで、だいぶ僕も日に焼けて、まあ一見すると健康的な感じになってますね。駅と同じ道を もうセミが頑張っとる。この辺からもう上井草につながる商店街、長い商店街、日陰だ日陰。このお寺だか神社だかに感謝じゃなかった、これ野毛高校なのか。今のところほとんど漕いでません。ここは上り坂、おあの2階建てバスは何だろう。東京は中高校だったって。
バッグ。ああ。ありがとうございます。親切に教えてもらいました。ああいう高さがあるとね、なかなか状況が読めなくて、ああいうアドバイスはとてもありがたいですね。そしてまあついでに神井草まで来たので、ガンダム像ご挨拶参拝ということで、ガンダム様にお参りして、うわ、あれはダメだろう。ここでまた買います。こんにちは、ポテトをください。一つ。はい。はい。はい。どうも。今日もカリーナで。カリー石ではなくカリーナでサンドイッチを買いました。もうたっぷりのポテトサラダ。